岩手国体を盛り上げようと村全部の家に花の苗が配られました。その数70万本です。これは当時の滝沢村がライフル射撃の競技会場になったことから、選手たちを花でもてなそうと考えられたものでした。花はサルビアやケイトウ、マリーゴールドなど岩手国体の花に定められた7種類です。丹精込めて育てられた苗は70万本、ビニールの袋に入れられ、村の全世帯2538世帯に配られました。また苗は競技会場の周りや学校、企業の花壇などにも植えられ、地域挙げての歓迎の気持ちが伝わる出来事でした。一方こちらは全国を車で回り、岩手国体を PR しようという学生たちです。出発前に県庁を訪れ、関係者の激励を受けました。学生たちは東京、名古屋、大阪を経て前回の開催県である長崎を目指します。後半は松江、新潟と日本海側を北上し、札幌まで行き、およそ1ヶ月かけて盛岡に戻る行程でした。行く先々の街頭でマイクを使い、大会開催を知らせたり、ポスターや絵はがきを配り、関心を高めるという試みでした。